こんにちは、柴田でーす。ハローで久しぶりにファンクおじさんコラボでございます。はい、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。今日はですね、はい、なんとなんと、はい、ギターを購入いたします。はい、ありがとうございます。マイニューギアです。マジっすか。マイニューギアですよ今日ね。もうロッキーのやつが本体買ってほしいな。なんか噂は聞いてましたよ。そうなんです。ちょっとこの間来て欲しいなと思ってる話を、うですか、はい、南さんにさせてもらいまして、ですね、南君教えてくれなかったです、何を買うか。まあ、もうファンコージさんはもうマブダチだと僕は思ってるんで、僕の気持ちはもう大事なの察してくれてるかなと。高いのかな。やばい、ご利用しで。まあ、南君は教えてくれなかったですけど、多分これだろうなって。本当ですか。これだろうなってのはもう分かってます。大体分かってますよ。なんで素敵なやつ。あのね、バインディングがついてて。おえ、じゃあちょっと、ちょっと買ってもらいましょう。じゃあロッキーは、いやもう絶対あれでしょ。並んで、もう閉まってる可能性あるからね、だって。あ、そうだね。そうです。確かに。確かに。ここにはあります。え、じゃあもう、飾ってるわけじゃないですけど。これも絶対、これも決まってる。トータル的に。じゃあ、ケンケンの2人でやりしようぜ。やっぱ絶対これでしょ。まあ、それも普通にいたらそうだな。これ確かにフェルナンデス、確かにそれお買い得だもんね。これじゃないですか、これ、はい、意外とこういうジャガーとかね。まあ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 、じゃあちょっと、じゃあ当てに、でもこんなか、こんなかあります。ありますあります。ありますよ、ありますよ。F の文字が。じゃあ俺これにしよう。おうほ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 う、来ましたね。当たったら、当たったら買います。当たった方を買う。さて、まずはじゃあロッキーさんから。いやもうこれだってもうフェルナンデスのギターですよ、これですね。藤井これも絶対の。これは何者なんですか。これは布袋さんのモデルで、はい、ビートエモーションっていうアルバムのジャケットの写真にもなっている。へえ、何年ぐらいですか。87年のアルバムの時に。そうですね。そうですね。じゃあ絶対これだわ。ちょっと PR、ちょっとポール・ギルバートっぽくなってますね。うんうんうん、確かにね。結構重くないですか。重い。重いですよね。これキーなんですか、これ。あ、これアルダーじゃなかったですかね、確か。さて、じゃあケンケンさんは。いや、ついに、はい、シーバーズさんも、グランジの世界に。マジっすか。突入するんじゃないですか。マジっすか。そういうこと。これとビッグマフで。これビッグマフで。何を理由にこんなことを。いやもうやっぱ人生いろいろね、転換期がやっぱあるじゃないですか。そうですね。じゃあ発表させていただきます。はい、正解者がおります。絶対そうでしょ。絶対そうでしょ。ああ、俺かやっぱり。正解は。ジャガーです。おジャガーです。おマジで？マジです。マジで？マジで？そうなんですよ。引っかかりじゃん。そうなんすよ。さすが。いや、すごい。俺、ちょっといい、うん、ジャガー実は一瞬よぎったんですよ。はい、で、なんでかっていうと、なんかね、千葉管楽器で、スクワイヤーかなんかジャガー弾いてて、めっちゃいいって言ってたんだよね。そうなんですよ。そう、言ってるのを見てたから、あ、ジャガーだなーと思ってパッて見たら、あれあれこれかみたいな。これもめっちゃ、めっちゃシーバーズの入ってるじゃんって。そう。でもこれをあえてやっぱ逆にいかないんじゃない。これ持ってんじゃねもしかしたら。いや、これレビュー撮らせてもらって、千葉館で。ちょっと重かったんですよね。でかいもんな、なんか。重す。そうなんですよ。いや、これでもなんかパッてきたら、これいいんだけどってなりました。いいなと思って、ね、っていうか、まあ本当にロッキーさんがおっしゃってた通りにですね、一度ちょっとジャガー触って、そっからずっといいなと思ってたんですよ。で、俺動画上げて、翌日マイスターに、あれ買おうと思うんですけど、言ったら、あの動画見て、もう売れちゃいましたっていうところになって、そっからずっと探してたけど、ずっと千葉館入んなかったんですよ。なるほど。そうなんです。それで、ね、そういうことか。ネット俺もね、結構消去法で値札がついてないからそういう見方やめた。でも意外とやっぱかっこいいから
うん、これ結構あるなってはちょっと思ったね。なるほど。あー俺の探偵能力をちょっと信じればよかった。わーまあでもそれも値札ついてなかったね。引っ掛けだったね。そうなんですよね。これまだ入ったばっかだったんですよね、そっちの方。そうですそうです、うん、じゃあもうそれお買い上げだよこれ、うん、間違えたから。だって重いじゃん。そう忘れてました、ロッキーさん。あっ、お子さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ開けてください。え、まあ、開けないとね、ロッキーのよだれが。何個あってもいいや。俺のよだれじゃない。ありがとうございます。もうギター見るとよだれが止まらない病気なんで。そうだ、確かに。ジャガーを買った理由っていうのが、最近あのショート動画でこういった感じの動画を上げてて、エフェクターとギター6種類とか、はいはい、あーなるほど、音の違いを30秒ぐらい。確かにこういうのにあると変えますね。そうなんですよ、こういう中にジャガーが欲しいっていう声。あー、こちらを購入させていただきます。ありがとうございます。ちなみに動画何本もジャガー上げてますけど、パンオジは、はい、スイッチどうなってるんですか。フロントのオン、リアのオン、ローカットっす。あ、これがローカットなんですか。はい、あ、フロントのオン、はい、リアのオン、はい、でローカット。ローカットっていうのは何ですか。本当だから、高音だけ出るっていうか、音がスッキリするんで、結構使いやすいんですよ、それが。こうしとけば通常通り。通常ですね。で、両方なってる状態、はい、ミックス状態。そうそうそう、多分確か。ちょっとここはどっちかどっちか怪しいですけど。で、ここでプリセット。はいはいはい、この辺のジャズマスでしますね、やり方は、はい、ということらしいです。ちょっと音の動画はまた家で比較動画、ジャズマスとやっていきたいなと思います。本日こちら購入させていただきます。ありがとうございます。